モニッコ初級講座始まるにゃ。こんにちは、モニッコです。今回はクリップスタジオモデラーの使い方の応用編ですね。こちらの第1弾を、ご紹介してみたいと思います。前回ですね、クリップスタジオモデラーの基本的な使い方としてですね、オブジェクトにこう動きをつけるということをやったんですけれども、動きの付け方がですね、一つではないということを今回はちょっとお見せしてみたいと思います。これ見てわかると思うんですけれども、この真ん中にこの回転と直線移動のこのツールがありますよね。実はこれ複合的に組み合わせることができるんですね。で、それを記憶して動きを再現することができますので、ちょっとまあ変わった使い方ができるということをお見せしてみたいと思います。それでは実際にやってみたいと思います。今回はこちらの先頭の1の方にですね、動きをつけてみたいと思います。まずは前回の復習ということで、まあ、動きをつけるときは必ず、この原点をまず移動するということですね。こちらのオレンジ色に、こちらのですね、色が変わっているオブジェクトに合わせて原点を移動します。で、これは別に特に中心である必要というのは実はありません。では、実際に動きをつけてみたいと思います。こちら選択されている状態で、この可動のですね、ノードを追加します。さあ、追加しました。こちらの名前を1番にします。では、この1に動きをつけていきます。パーツを移動モードにしてですね、でこちらのオブジェクトのキーフレームをつけていきますけれども、前回はですね、この移動やですね、回転というのを、まあ、単発でですね、記憶させたんですけれども、これ実はこのキーフレームというのをですね、複数のものをこう設定しても覚えてくれるんですね。では例えば、まあ、半分ぐらいにして、ここで移動します。で、この時にですね、じゃあ回転も入れてみましょう。こんな感じで回転しました。90度ですね。で、これで記憶させてみます。では実際にこのスライドを動かしてみますと、こんな感じで回転と直線移動というのを組み合わせができます。では次に、またちょっと変わった感じをやってみたいと思いますけれども、距離を離して、少しですね、このキーフレームの方のスライダーを進めて、今度は、この状態でまた直線移動。で、ここで、キーフレーム。そして今度は、またスライダーを進めて、今度は横にスライド。で、またキーフレーム。こういった形でですね、こう段階的に、こういった移動ができます。これ例えばですね、まあ、あまりやるシーンというのは限られてくると思いますけれども、何か機械的なものを操作したりとかですね、例えばメカが合体したりとか、メカが動いたりとか、そういった部分にも使えるんじゃないかなと私は思っています。こういった形でいろいろできますのでね、まあ、かなり面白い動きができるんじゃないかと思います。ということでですね、一つ、ちょっとまあ応用例みたいなものをですね、やってみたいと思いますけれども、新規作成で、例えばこんな感じのものですね。まあ、すごいちょっとざっくりで申し訳ないんですけれども、これはまあちょっと自動車に見立てたものですね。全然自動車に見えなくてすいませんね。なんかオープンのレーシングカーみたいな感じにしてみたんですけど、全然、適当ないいものがなかったので。で、こちらと、まあ、障害物です。これで何をしようかというとですね、この障害物をぐるっとこう、避けて走るというかですね、これの障害物に対してのこう、コーナーリングみたいのをする。
まあ、そんな動きをちょっとつけてみたいと思います。でこれはどうすればいいかというと、まずはパーツの原点ですね、これを移動してあげるんですけれども、今回はこの車の部品に関してはこのカーというですね、このホルダーの中に入っています。この状態でまず原点をこの自動車の中心に持ってきます。ではこの状態で車の移動をしてみますね。ではノードをつけていきますね。稼働のボタンを押して、そして新規のこのアクションの追加ですね。ではこちらの車のですねパーツをまず移動させます。こんな感じで移動させます。ではここでキーフレームを1回打っておきますね。これが原点とします。ではスライドを進めます。これで車を移動させて、ここでまたキーフレームを打ちます。また車を進めます。今度は移動と回転も入れます。キーフレームを打ちます。また進めます。キーフレームを打ちます。まあ、こういった形で連続して動いているような感じにしていきます。そして最後まっすぐ抜けていくという感じですね。さあちょっとどんな動きか見ていきたいと思います。こんな感じですね、ギュイーンという感じです。面白いと思いませんか。ではこれを登録しますね。新規素材として登録。それでは実際に取り込んでみたいと思います。ちょっと影が邪魔なので影は消します。こんな感じですね。まずはそうですね、こうアングルを決めていただいて、ではスライダーちょっと動かしてますね。ちょっとライティングも変えておこうかな。こんな感じにしておきます。スライド動かすと、わかりますか？こう自動車が少しずつやってくるという感じですね。これ何がいいかというと、こういうアングルとかですね、パースを固定した状態で車がこう勝手に一コマずつこう動かせるみたいな感じがあるので、自分でわざわざですね、車だけ単独で動かしてですね、そのパースを保ったままっていうのは結構位置決めとか難しいと思うんですけどもね、そういったものは何も考えずにですね、事前に設定だけしておけば、こういった形でいくらでもパースやですね、エンジンを変えても、この車の移動に関してはですね、
基本的にはその視覚で見える状態で再現がされるというのが、まあこれが強みだと思うんですね。ですから、こういうせっかくメカとか作ってもですね、こう、位置関係でですね、このクリップスタジオ上でですね、こう動かしたりするよりも、しっかりとですね、位置決めが正しくできます。で、また、さらにですね、まあ、細かく変えていきたいときは、個別に、まあ、部品を選択していって、やっていただければいいと思うんですけれどもね、そういったところが非常に楽になるのではないかと思います。さあ、モデラー自体の設定は難しくありませんのでね、ぜひ、まあ、様々な動き、アイデアをですね、活かしてやってみてはいかがでしょうか。今回はここまでになります。